嘘ちょっと待って私かっこよくないどの角度で見てもかっこいいんですけどでもこれで納得しちゃダメだビエの追求に終着点はないのだからちょっと前にかつらかぶったりしたけどあれは間違っちゃったよね私が目指さないといけないのは宝石を身につけたバラじゃなくて宝石を咲かせたバラつまり私がすべきは全身整形だよ大将やってる らっしゃい今日はいかがなさいますいいネタ入ってますけどそれじゃあ大将にお任せしちゃおうかなはいよそれじゃあ握っちゃいますねあごめん私が悪いんだけど真面目にやってもらっていいノリがいいのは分かったから私はいたって真面目ですけどでもネタって握るって寿司屋じゃないんだから私は整形してもらいたいんだけどうちは特殊なんで特殊<集>でご注文は私のおすすめでいいんですよねいやごめん私が注文していいかなカッパにされても困るしあいよ注文お聞きしましょうそれじゃあとりあえず顔だけお願いしますまず顔にツを出してほしいのねで輪郭はシュッとして小顔にしてもらってなるほど目を二たにしてもらってあと波 涙袋にヒアルロン酸入れちゃってふむふむ鼻筋はスーってなってちょっと高くしてもらってはいはい口元のたるみを取ってもらって薄くしてもらいたいのねまだありますうん、うん 以上かなちなみに聞くけど髪は生えないよね私の範囲外ですねだよねだったら今言ったやつでお願いしますあいよそれじゃあ早速ですが逃げちゃいましょうえ話聞いてた整形を希望してるんだけど楽にしてくださいね大丈夫なんだよね大丈夫ですよでも麻酔は今メス入れられたら痛くて泣くよ麻酔そんなもの使いませんよ無理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 痛いって痛くないですってそれでは始めちゃいましょういや本当にあいよキャーってあれ でしょあいいよいっちょがりあのすみません手で触れるだけそうですが何かあいいよいっちょがり整形だよね気が散るんで撮る最中は話しかけないでもらいますごめんなさいあいいよいっちょがり大丈夫かなもう整形料金払っちゃったんだけど3,000万円も払ったんだけどウルコースで揃いましたもう終わったの ええ、見違えるようですよ本当にそういえばなんだか顔が軽くなったようなたるみもなくなってかっこよく若返ったようなようなじゃなくてなってますありがとう社員に自ましてくるまたどうぞお疲れちゃんお疲れ様ですしねえこら野良くんは相変わらずだね私と違ってすみません後でちゃんと叱っておきますんでえ野良くんは昨日と変わらないよね私と違ってえ,えええそうですね

そんな感じだからもはや私だって気づかれないくらい整形してほしいんだけどどういいますと ?K-POP アイドルみたいにしてほしい筋肉もムキムキにしてほしいあいよそれじゃあたくさん握っちゃいますね完成したぞパーフェクトな肉体とパーフェクトなお顔これならすぐに気づかれちゃうよね明日会社が楽しみだなどんな反応するかな明日に備え今日は早く寝よっとおやすみなさーいわあ熟睡したあれ私のパーフェクトボディは顔はどこいったどうなってるんだよすぐに医者に電話しなきゃお客様のおかけになった電話番号はもしかして騙された に目覚めたおじさんほど痛いものはないな僕はありのままの姿をみんなにお届けしたいね次回野良ちゃん業のキネス記録を打ち立てる気になる人は左の動画もチェックしてね